よし、それじゃあね、一気にね、サマディ王国じゃなくて、なんとかダーハラ湿原まで行っちゃいますかね。ゴーゴー。なんだってマジか、せっかく馬使ったのに馬ダメなんだ、こっち。了解。おー、めっちゃなんか、湿原ねえ。うわー、やべえ、かっこいい。また新しいのいるね。モモンジャのもう一個先。これなんだっけこの子。ああああ、これさ、丸ボタン連打してるとこうなっちゃうんだよね。ドーン、なんだっけこの子。ああ、なんだっけ、アヒルダックみたいな感じ。それ両方アヒルだな。まあ、いや、戦おう。カミュか。違う違う違う。マドハンドもいるじゃん、よく見たら。ダックスビル、それだ。ダックスビル。仲間を呼び出すんだよね、いっぱいね、マドハンドはね。ドラクエ5で、これで、どんだけ苦労したかっていう。でもこれでね、レベル上げ簡単にできるんだよね。うまいこと倒さないでやることによって、同じ場所でマドハンドを倒して呼ばせて、倒して呼ばせてっていう、その繰り返しで、一気に経験値をね、手に入れるみたいな、そういう感じもあったりとかしてね。何それ何それ。なんか踊ってるんだけど。なんか踊ってんだけど。あ、セーニャも踊ってる。可愛らしい踊りしてんだけど、ちょっと。あら、これ。かわいい。踊ってる。これさ、これ踊ってるところをうまく見ればさ、今度こそちょっとしたセクシーな感じを見れるのかな。うぃー、28。さすが双葉。セーニャが踊ってた、かわいい。400も入った、強え。ま、鉄鉱石がある。もう一個先のやつとかもらえるのかな。鉄、金ときたもんで、次はダイヤかな。よいしょ、鉄鉱石。どこ、あ、一個ずつ手に入るのかな、絶対。必ず一個ずつ手に入る的な感じもワンチャンあるだね。あ、そして牛がいる。天気予報は何ですか。もう、この間天気は教えるもん。明日いっぱいずっと晴れが続く。明日ってなれば天気が変わるかも。なんとも不思議。何の意味があるんだろうね。今んとこさっぱりわかんないね。おー、上に上がりーの、さらに上に上がりーの、あ、なんだこいつは、なんだっけこいつ名前。忘れちゃったいー。なんだそれや、なんだ、なんだそれやちょ、ボウガンいらないんだけど、普通に。ボウガンがあるせいでなんか変な感じになっちゃう。なんだこいつ、タイガーマン。タイガーマン来たかもしれない、これワンチャン。トラ男。近くない？トラ男英語にすればタイガーマンだよ、だって。いやー、私、バウリンガーじゃなくてバイリンガーだからな、私ね。やっぱ英語なっちゃうんだよね。グローバリングだもんね、私ね。トラ男かー。惜しかったー。まあ、ほぼほぼ合ってるね。トラ男、タイガーマン、一緒一緒。ドーン、タイガーマンをやっつけた。うぃー。メロニカレベルアップ9。ボミオス覚えたね。なるほどね。ちょっと置いとこっか、これはね。オッケー。なんだこいつら。あ、乗れるやつだ。空飛んでくのかな、それじゃあ。どうなんだろう。キラービーとかそういう系を思いつくけども、違うよね。ビーライダーとか8、でも、虎男のやつがあるもんで、蜂乗り男とか。ワンチャン蜂の用とかあるぞ、これ。青鉢騎兵。惜しいね。考え方は合ってたね。虎男だもんで、日本語かなっていう流れから、蜂乗り男ってやったんだけどね。青鉢騎兵か。じゃあ赤鉢騎兵、菊鉢騎兵とかもいそうだね。あ、さまよう鎧も仲間寄るんだ。あ、なるほどね。呼んだ気がする、確かに前も。昔も呼んでた気がする。うちにもね、ホイミスライムいるからね。まあ、どんどん呼ぶじゃん。そして、やっぱホイミスライムなんだ。でも1撃で死んじゃうと思うけどな。1で死んだ。珍しい。そんなことあるんだ。もう瀕死でホイミスライム呼んだけども、そのホイミスライムのホイミが来る前に、セイニャの1の攻撃のダメージで死んじゃったっていうね。かわいそうに。これで乗れるのか。これ乗ってどうすんだ。ジャンプ。空に飛べるわけじゃないんだ。あ、でもこの、あ、なるほどね。こういうとこに行けると。へえ、これどっか、どこだ？採取できるもの。あー、はいはいはい。ちょっと一番奥だけ行ってみようかな。絶対いいのがあるはず。あ、これ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 。これがきっといいやつだ。妖精の綿花。綿花？まあいや、そんな思ったのと違った。この鉢に乗ってると、なんかいいことありますよ的な。鉢に乗りながら入ることによって、うんたらかんたらとかあんのかな？なさげたんな感じする。
さあ、ダーハルーネの町への通路ですね。通路までやってきました。この通路を越えれば、ダーハルーネの町が待っています。さあ、どんな感じの町になっているのか。ダーハルーネの町予想タイム。できません。おー、いいね。なんかディズニーっぽい。ディズニーシーみたいな感じだね。ってことは、なんだ、イタリアじゃなくてどこだっけ？おー。なんだ今のアトラクション。面白そうじゃん、ちょっと。なに？広いかな？またこれ。あー、なるほどね。とりあえず、こんな感じなんだ。人がちょっといないような感じする、今日気のせいかね。おー。まあ、なんて美しい街。まるで海の上に街が一つ浮かんでるようですわ。ここが貿易で有名なダーハルーネ。たくさんの貨物や輸送人が行き交う世界で一番でかい港町。行ったことないんだ、カミュー。へー。で、そんな街で自分の船を持ってるしべて。シルビア3なんだね。ヨニカちゃん余計な詮索は、呼ばても。シルビアめっちゃええやん。ちょっとお金貸してよ。私の船ちゃんは町の南西にあるドックの中でお休みしてる。あーね。オッケーオッケー。その前にケーキ屋さん行こうか、ケーキ屋さん。ね。ん？どうした？あ、誰か見てる。ベジータ見てる、ベジータ。あわわわわわわ。なんか船盗まれそうな感じするね。大丈夫かな？あ、はいはい。ダーハちゃん。ごきげんよう、旅人さん。世界中の名産品が集まる貿易所地、ダーハルーネ。ようこそ。どこへ行こうかのか、それらの町の西側にあるか、地図を見ながら行ってみる。はーい。あ、思ったよりも普通な感じ。わかりやすいね。どうしようかな。先にケーキ屋さん探すか。多分右上の方にあるやつが何個かあるから、この辺そうだと思うけども、武器屋さん先行ってみるか。1500。あんま買えなそうな感じするけどね。どうかな。買いに来た。おー。セーニャとかベロニカの攻撃を開けても間から、魔導士の杖。これちょっと装備させようかな。よいしょ。ベロニカはね、結構いいからね。よし、オッケー。そしたら、防具屋さん行ってもあんまり意味ないと思うけども、一応確認だけしとこうか。どんなもん売ってんのか。チス、チス。海に出るつもりですか？せやで。あー、でも結構上がる感じか。でもそんなお金持ってないもんな。レベル上げする気にもなってないからな。デルカドルカ来た教人ですが、あ、私です。うん。あははは。じゃあ私にちょっと取り分ください。私のおかげでしょ、だぞ、それね。私のおかげでいっぱいお金稼げてんだから、私に少しぐらいお金ぶりかけていいじゃんね、っていうね。あ、不思議不思議。ここは宿屋だね。宿屋。でも多分アイテムとか、そこら辺に落ちてると思うから、回収はしていきたいよね、やっぱね、アイテム。なんか、あるぞ。アルソック。ルパスの異形。へぇ、ルパスってそんないいんだ。いいというか、すごいんだ。天才情報屋なんだ。上境できたことのある人間なら、そんなわけもないことはいないだろう。お隣の奥さんの秘密から、マジで、国の大臣がひたかすぎにする国家機密まで。え、すごいね、ルパスって。そんなすごいんだね。一体どこにあるのか、奥の生妻はそれを作るのと言ったが、詳しいことは何も分かっていない。噂では、生まれてすぐ天を指差し、嵐は空港。ルパスは運が悪いからね。うん、嵐もそりゃ来ちゃうよね。これは?2階にもある。七色ランタン。ポカポカと暖かいある日のこと、お空の虹はふと眠くなって一つ大きなあくびをしました。ちょっとどうしたことでしょう。虹の涙は七つの光に分かれ、そこは青いランタン小僧が生まれた。緑の葉っぱをかぶった鬼火どんぐり。え、これ何の意味があるんだろう。はいはい。赤い光は頭の角が生えた地獄のあくびとして永遠。そういうお話があるんだね。でも普通の敵のさ、あの、昔話的なそういう感じなのかな。屋根の上に宝箱はありそうだけども。壺か。小さなメダルかな、それじゃあ。ダーン。魔法の小瓶。ダーン。なるほど。え、これ、こっちから降りれる。あ、降りれる。よかった。よいしょ。お、綱渡りだ。お。あ、あそこに宝箱ある。オッケーオッケー。宝箱、金くれ金。魔法の聖水。さらにこっちに行ける。最初に探索するルートじゃないと思うんだけどね。なんかこっち来ちゃった。つーぼ、つーぼ、つーぼ。ひどいな、この勇者。すぐ壊す。ねえ。チスチス武器屋さん。僕がち、僕子なんだ。両親は物を襲われているの。あ、そうなんだ。あ、ね。悪魔のこのせい。あー、私やで。見回り意味ないで、それ。なんであんた、ようだね。あっち行けよ。あ、こいつか。なんかさっき見てたよね、この子ね。特にって変な感じか。ほーん。こんにちは。さっきあっちの端にいる男に挨拶した。黙ったまま。あ、ねえ、なんだろうね。らっしゃいらっしゃい。旅人さんね、船を使わず旅するなんて言ったりして憧れますわ。バカにしてんのか、もしかして今。完全に今バカにされてる感じの雰囲気だったよね。あれ、え、船使わないのみたいなね。あ、これケーキ屋さんね、これ。もしかして。
ケーキ屋さん、あ、違うわ。これ何屋さんですか？ビール屋さん。あまり見ない顔。初めてですよ。今でこそ貿易都市だって呼ばれてるけど、昔は小さな港だった。でも当時、1階の商人だったラハディオさんが各国の交易を次々とも、あーね。ラハディオさんのおかげと。まあ、一周回って私のおかげ的な、そういう感じもあるよね。ケーキ屋さんどこです？あ、あれ？鍵かかってる。あれあれあれ。ここは道具屋さん。道具は別に特にいらないもんね。一応確認しよっか。よいしょ。職人のベルト。へぇー。アクセサリーか。なるほどね。器用さって何の意味があるんだろう。攻撃の命中率とかかな、器用さって。ここかな、多分。この辺でしょ、そろそろ。あー、普通の家っぽい。なんかごめんなさい。ラハディオの息子のヤヒム坊ちゃん。父親の血を引き継いでよくもまあ優しい。あ、そうなんだ。あの子じゃった後、いやー、どっちだろうな。そういうパターンでダメなパターンというか、その、敵のパターンもあるからね。敵じゃなかったらいいけどね。お、ありそう。いいもん持ってそう、あのおじいちゃん。ブラックパール。え、なにそれ。めっちゃいいもん持ってんじゃん。あれかな、売るやつかな、それは。ブラックパール、大人っぽい。セクシーな黒真珠。装備ができる的な、そういうわけじゃないんだ。なるほどね。ん、あ、なんか、セクシーな。屋根をつなぐロープが見えるでしょ。以前、宿屋さんの子供のラットくんが繋がったでしょ。お詐欺になった。最近おとなしくしてるようだけど。あーね。さっきの子がラットくんかな。どうなんだろう。あら、じゃあまた来ちゃった。これもうちょっともう。海の暴れん坊。そんなことより、今の僕の暴れん、クラーゴーのこと知ってる？知ってる知ってる。イカでしょ、多分。ねえ。あー、そうなんだ。絶対出るね、こうやって来ね。うわー、これまた、これまたな。でもこれ見えちゃうと、これ今回スパッツのパートゥーンあるからな。あんまり攻めすぎてスパッツが見えちゃってなえぽよーってなっちゃわない程度に見ようね。あ、こっちもいいし、こっちでもいいね。こっちの上からでもいいね。いや、これ今回多分ね、この辺で押さえておくのが一番いい気がする。多分、うん、がっつり見えちゃうからね、本当に。これなんじゃだ、ほい。海の男の心得。男たるもの、ダーハルーネの地に立つからには海を前にしても恥じることのない海の男じゃ。あれだ、なんだっけ、僕は海賊なの、ポロリだ、ポロリ。すなわち、荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかなものこそ、海の男たらん。海の男コンテストは、その資格を持つ者を決める男だけを神聖な祭典。海の男を目指す、ここを坂ささ、ラハディオ。あ、初代チャンピオンなんだ。ラハディオすごいね、海の男でもあるんだね。なるほどね。結構探索していると、いろんな情報手に入ってくるからね。え、ケーキ屋さんって、あれ？ケーキ屋さんって、北西だか北東だかって言ったよね。こっちは鍵かかってないんだよね。ケーキ屋さん。あなたですか？もしかして。あー、絵さんか。なるほどね。ちょっと待って。一発屋の画家なんですって。ちょっと、ご主人様に対して一発屋はいかんって絶対。そんなこと言っちゃダメだよ、ほんと。ね、一発屋の画家さん。あなたのような一流の芸術家でした。身近に置く芸術家用補佐金もぜひ一度、あ、なるほどね。一発当てたもんで、お金持ってるもんで、その、でもどうせこいつ一発屋だから頭悪いかみたいな感じで、そんな感じかな、うん。あー、なるほどね。了解了解。なんかこれもなんかあんのかね、クエストが。どうなんだろう。ちょっともうわかんないから先進んじゃおうかな。ねえ。あ、デカタンの船来んの？やば。ちょっと逃げないと私。なんだこれ。船ここにもある、なんか。なんだこれ。おー、あら、勝手に乗っていいのかしら。あ、すごいすごーい。おー、ドカーン。やばー、なにこれ、楽しい。おー、ええー、やん。よいしょ、降りる、ゴンドラなんだこれ。なるほどね。たる、ドーン、ドーン。おー、ぐるぐる回る。あら、セクシー。これ、パフパフっ子もしかして。かわいい。あー、パフパフっ子だ、やっぱり。え、また、天然パフパフ？パフ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 。天然パフパフ。やっぱ、こんな、路地裏で、やったやった。セクシーすぎてやばい、この子。え、やばくない、この子。あ、いやー、もう今回、こればっかだ、これ。いや、この子ちょっとセクシーすぎてやばいな、真面目に。いや、見えるかな。はーい。いやー、でも顔はそこまでタイプじゃないんだけどね。体がセクシーすぎて、やろうと思ってないんだけど、勝手にね、指が動いちゃう、これ。次行こう、次。あ、なんかおる。ね、パフパフしてほしいの？妹に見つかっちゃう、かくれんぼしてる。あ、ね。
妹どこにいるんだろうね。あ、なんか宝箱ある。よいしょー、破風のネックレス。何それ、破風のネックレス。特殊封じや呪文封じのやつを防ぐ。あ、なるほどね、強いね。聖には何にもやってないから聖には装備させるか。オッケー、もう一個なんかあるそうだけど、どうだっけ。あったあった、土のイヤリング、土の呼吸を軽減する。オッケーオッケー、聖には聖には装備。オッケー、なんかおるぞどうしたの。あらあら、私のせい。あ、ほんと、あははは、どんまい。やめて、ちょっと、身投げなんて、あ、違う。はい。若い子のわし。なはは、またまた。まあ、もう、可愛い子、めっちゃおるな、なんかいっぱい。素敵。どうした？カウデューさんの歌声とは、なんて和ぐ、安らぐのかしら。一人しかいないか、どうなんだろうね。海の男コンテストの前回優勝したレアールさんの、あはは、この子ミーハーじゃない、もしかして。知らない、何それ。いい男が集まるやつ。なるほどね。今日は喉の調子いまいちだな。そういえばこんな話を聞いた。さえずりの蜜という魔法の蜜な。どんなの。ああね、この子にあげればいいのかな。どうなんだろう。こっから向こうどうやって行くんだろう。こっち行きたいんだ今日さ、私。こっち。これどうなってんのこれ。お？おう。あ、こっちからだ。はいはいはい。あ、なんか掃除してる。ディアナ、ディアナ発見した。よかった。ここにいた。はい。兄かんは手紙。アポお兄さんから。うん。読んで。いいよ。よう、ニアナ。あ、何、音読してんの？元気かい？パティシエの修行、張り切りすごい。パティシエっぽい感じやってない今日ね。お前は小さい頃から苦労ばかりかけてきたな。兄弟二人、ようやくあいつが解放されて自由になった。何それ、何の話。手紙に仕送り金を入れておいたから、成功達成してくれ、やってくれ。あら。その大金なんだ。いくらなんだろうね。うん。あ、え、マジでこれ返してからなの？あー、そうなの？今もらえるとかじゃないの、レシピ。返さんといかんのか。パティシエやめた。そうだよね。やめてるよね。はーい。諦めました。オッケーオッケー。そうなのか。え、あ、そうなの。え、そうなの、マジで。これ開く？あ、開かないか。鍵がかかってる。え、待って。ちょっと、呪文ルーラー使っていくか、ちょっと。はーい。ということで、帰ってきたよー。妹さんね、やめてたパティシエ。うん。妹ね、パティシエやめてました。手紙ほら、どうぞ。また音読してくれんのかな？どうなんだろう。兄さん、お手紙受け取ったわ。私は毎日元気に働いてます。仕送り大変だったでしょう。ありがとうね。兄さんがいつも応援してくれるおかげで、私もパティシエの修行に専念できるわ。昨日も親方に筋がいいって褒められたの。一人前のパティシエになるために、お孫のようなね。頑張ってるな。でも、パティシエやめてたよ、でも。うん。ろくでもない父親がいたんだ。なるほどね。足を怪我して荒れてしまって、子供まで休まってる。あ、それはやばいね。なるほどね。うん。パティシエやめちゃってたよ、パティシエ。ねえ。よー、新式武器のレシピを受け取った。やったー。あ、買わなくてよかったー。これ作れるかな。これちょっと作ってから行こうかな、先。ね。作ろう作ろう。買わないで行こう、ほんと装備はね。ってことで、ルーラで、キャンプ。さあ、それじゃあ作りますかね。新武器。あ、新武器ってそういうこと？あ、そういうことなんだ。しかも足りねえし。槍は聖にゃ、80だって。強くないこれ。80は強いね。ビッグブレードあった。これ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 。ビッグブレード。ブラックパール。あ、回収しといてよかった。よし、これ作ろう、これ。作りまーす。一発で大成功までいけばいいけども、どうかな。2倍打ち、どのタイミングで使うべきか。OK。プラス2はいくでしょ、まず。プラス2は間違いなくいくと思うけども、問題は大成功いくかどうか。カモンカモン。あー、プラス2かな。オッケーオッケー。まあまあ、いいでしょ、いいでしょう。聖夜のこのバトルウォーク。これも絶対あった方がいいからね。これ作ろう、これ。オッケー。まあ、プラス2はいくね。うまくいけばプラス3もいくと思うけども、どうかな？大成功来るか？で、あー、完璧ですね。うまい。はい、オッケー。バトルウォーク3。これ強いでしょ、絶対。ねえ。よし、そしたら、バトルフォーク3を、セーナにプレゼントして、これさ、これ装備するとシルバー、あー、やっぱそうか、シルバートレイがなくなっちゃうんだ。まあ、いっか。ホイミ使うからね。まあ、別に大丈夫な気がする。で、2番に、鉄の耐久。100! これは強いね。休んで、ルーラで、
ダーハルーネ。じゃあもう先に進んでいいかな。だいぶいろいろやった気がする。パフパフもできたしね。パフパフができればもう先に進んでいいという、そういう感じの相場があるからね。ここなんだめっちゃ遠いな。ドックに行けばいいじゃんね。ドックどうやって行くんだろう。こういう時は仲間と話す。うん、虹色の枝を持った商品はす、あーマジでそうなんだ。西にあるそうだから、あ、はい、西ってことは左だよね。お、ドックにでどでかい船が置いてあったマジで。いやー、シルビア、ちょっとそんなお金持ってんだったらちょうだいよ。ちょっとねえ、シルビア3万でいいからさ。お、顔見知りな感じ。もう双葉ちゃん聞いて、この男の子が一番良し、私をドックに入れてくれ。なんでどうしたどうした。違います、もうすぐコン、あ、なるほどね、コンテストあるんだ。あ、出なきゃいけないんだ私が。じゃあなるほどね、コンテストね海の男コンテストはこの街にとってどの大事な、あー、何その乙女心をくすぐる響き乙女なんだね。波のように荒々しく、不破のように爽やかで、海のように深みを持つ、その三拍子が揃った男を決める私ですね。この時期になると美しい肉体美を誇るたくましい男や潮風を似合う男子が、続々とこの町に集まってくる私のことですね。面白そうじゃない。それじゃあこの町で少し休んで、あ、はーい、見よっか。ヨニカちゃん、セアナちゃん、この町のお店にはスカチューカージも素敵なお洋服やスイーツが売ってる。いいね。まだ時間が大事もんだが、あ、はいはい、そういう流れだったんだね。海の男コンテストには興味ないけどショッピングが面白そう。新しい靴が欲しい。女の子だね、可愛いね。俺たちは虹色のせやなの、あの、しょうがないからね、どこ行けないからね。どうした？神様、おいたわしやって。ごめんなさい、私、甘いものがないんです。めっちゃルンルンじゃん。ベロニカめっちゃルンルンだった、今。あの女3人組。女3人組なんだね、一応ね。いや、でも、神いいね。シュビア、乙女だから、こう、女扱いっていう。ねえ、めっちゃ色男だね、神よね。このドックを開けてもらったら使うんだが、コンテストの責任者は一体誰なんだ？誰なんだ？ダーハル、あ、ラハディオさんね。オッケーオッケー。どんな相手も優しく接してくれる人格者。はーい。あ、まだ行ってないよね。あ、そうなの？そういう感じ？コンテストに優勝したらウンタラカンターとかいう、そういう、あ、ちょちょ、わかりやす。行こう行こう。